ウクライナソビエト社会主義共和国。ウクライナソビエト社会主義共和国。ウクライナソビエト社会主義共和国は、かつて、ウクライナに存在した、社会主義国家である。1917年12月25日に成立した、ウクライナ人民共和国がその祖となっており、その後、いくつかのソビエト共和国を併合し、以後1991年8月24日まで、存続した。 ウクライナ語で、ロシア語で、名称のは、ソビエトの、と訳されるが、ラーダのと、同義語である。通常、歴史、政治分野などに関する日本語文献では、ウクライナ中央ラーダやベルホーブナラーダのような、ウクライナ立派の組織は、ラーダ、ソビエト側のものは、言語は同じでも、ソビエトと訳し分けることになっている。ウクライナラーダ社会主義共和国とは、通常訳さない。 なお、1919年から1937年までの間はウクライナ社会主義ソビエト共和国と称していた。1917年3月にロシアのペトログラートで2月革命が起こると、ウクライナでは、帝政時代より広範囲の自治と自由を求めて各派が集まり、中央政治機関となるウクライナ中央ラーダが構成された。中央ラーダは新たな ロシア連邦の下でのウクライナとロシアの協力を求め、ペトログラートの臨時政府と交渉に当たった。その結果、夏には中央ラーダの要求は臨時政府によって認められ、ウクライナはロシア連邦の下での自治権を獲得した。しかし、その後ボリシェビキが臨時政府を武力で倒して、ロシアの権力を掌握する10月革命が発生すると中央ラーダはこれを認めず、 ウクライナ人民共和国の成立を宣言した。これ以降、ウクライナの併合を図るソビエト政府と自治を守ろうとする中央ラーダとの間に激しい戦争が開始されることとなた。ボリシェビキは中央ラーダを傀儡化するため議会をボリシェビキ派で乗っ取ることを企図し党員を送り込んだが、当時ウクライナでは、急進的で暴力的な都市政党であるボリシェビキは人気なく、 その議席は一割に満たなかった。ボリシェビキの支持層は都市の労働者が中心であり、またボリシェビキはロシアからの外来者という形でウクライナに現れたということも多くが農民であった、ウクライナ人の支持を失う要因となった。当時、ウクライナの都市と農村の隔たりはほとんど外国であると言って良いほど大きなものであった。また、ボリシェビキが農民を農民問題として敵視、 別死していたことや、ロシア人が、伝統的に、ウクライナ人を軽んじてきたことも、ウクライナ人をして、ロシアからの外来者ボリシェビキを癒せる原因となった。中央ラーダの乗っ取りに失敗したボリシェビキは、これに対抗して新たに、ウクライナ人民共和国を創設した。この国家は、ウクライナにおけるボリシェビキ派の受け皿となる組織として、建設された。その目的は、民族主義的。 民主主義的、ボリシェビキの指摘によれば、ブルジョア的な国家である、ウクライナ人民共和国を打倒し、ウクライナをボリシェビキの勢力下に置くことであった。共和国の首都は東ウクライナの都市、ハルキウに置かれ、国民の多くは、同地方都市部に居住する、ロシア人やユダヤ人であった。その後、ボリシェビキ勢力は徐々に農村部にも浸透していき、 また先導工作による中央ラーダ派の切り崩しも順調に進んでいった。建国当初は、ウクライナ人民共和国は、必ずしもロシアの傀儡国家というわけではなく、独自の行動をとっていたが、徐々にロシアの強い影響下に置かれるようになっていった。ウクライナ人民共和国の建国と同時に、ボリシェビキ政府は、ウラジーミルレーニンとレフトロツキーの連盟で、 ウクライナ人民共和国政府に対し最後通帳を突きつけた。中央ラーダは赤軍のウクライナ領内の通行の自由などのボリシェビキ側の要求を拒否した。ロシアの赤軍は中央ラーダ軍との全面的な戦闘に突入した。ボリシェビキと中央ラーダの決定的な対立により本来はドン前線へ派遣される予定であった。 ブラジーミルアントーノフイコールオフセイエンコ将軍の革命遠征軍が急遽ウクライナ方面へ振り向けれることとなった。1917年12月上旬、革命遠征軍はアントーノフイコールオフセイエンコの指揮の下、ウクライナへ侵入した。年の明けた1918年1月初めにはミハイエル・ムラビオフの葬式のもと赤軍はウクライナ人民共和国の首都キエフに向って 進行を開始した。一方、中央ラーダは1月9日に第42ベルサールを発令し、ウクライナ人民共和国がロシアから分離し、完全な独立国となることを宣言した。開戦したものの、革命で優秀な軍人が失散してしまったため、軍隊は双方とも即席のものであった。そのため、双方ともあまり優秀な軍隊であるとは言えず、戦闘は、 一心一体であったが、宣伝活動や先導工作は、ボリシェビキの方が上回っており、中央ラーダ軍は各地で崩壊をきたすようになった。その結果、ロシア・ウクライナ赤軍は中央ラーダ軍を各地で破り、1月14日に、キエフ近郊で行われたクルーティの戦いで赤軍の勝利が決定的となった。これに並行し、 キエフ市内でもボリシェビキに先導された勢力が武器庫を根拠地に武装放棄を観光した。1月23日にキエフのドニエプルサガン新市街に到達した赤軍は翌1月24日キエフ中心市街に突入し2日にわたる市街戦の末中央ラーダ軍を粉砕した。こうして一時赤軍はキエフを占領するにまで至った。 赤軍はロシアからの遠征軍であり、構成員はほとんどがロシア人であった。彼らは横暴な占領軍として振る舞い、ウクライナ人の目には、帝政時代同様の植民地の領主として映った。ソビエト化が自ら求めたのではなく、占領者によって外部から持ち込まれたものであったということは、ウクライナがロシア帝国に組み込まれていった過程を想起させるものであり。 ウクライナ人にとっては、ウクライナのソビエト化は、ウクライナの最植民地化に他ならないと言うべきものとなった。村尾洋フの率いる赤軍は、キエフ占領の2週間に、街頭や住居で、ウクライナ人を無差別に逮捕、処刑した。少なくとも2000人のウクライナ人が殺害されたと、される。こうした、暴虐の結果、ウクライナ人の間の、反ボリシェビキ感情は、 決定的なものとなった。一時は、キエフを占領した赤軍であったが、その後すぐに、ドイツ帝国軍と連合した中央ラーダ軍の巻き返し合い、キエフの街を破壊し尽くした後市街から撤退し、近隣の森林地帯に身を潜めた。1918年2月9日には、ウクライナ人民共和国と中央同盟国との間に、ブレストリトフスク条約が結ばれ、 独、王軍と合同したウクライナ人民共和国軍は、破竹の勢いでその領土を回復。ボリシェビキは、ウクライナ領内から駆逐されていった。3月には、ロシア共和国の首都は、モスクワへ移転した。3月19日には、ウクライナ領内にあったすべてのソビエト共和国を、ロシアソビエト連邦社会主義共和国下の、ウクライナソビエト共和国に決することが決定された。 これに伴い、それまでのウクライナ人民共和国、ドネツクイコールクリボーイロークソビエト共和国、オデッサソビエト共和国、タブリダソビエト社会主義共和国が、ウクライナソビエト共和国のもとに統合された。しかし、これらの領土は5月までにはすべて、ウクライナ人民共和国軍によって奪取され、ウクライナソビエト共和国政府は、ロシア領内へ逃れた。一方、 キエフの中央ラーダは4月29日にヘイチマンの政変によって解散させられ、代わって君主制国家ウクライナ国が建てられた。しかし、軍事的後ろ盾であったドイツ軍が11月11日に連合国へ降伏すると、ウクライナ国は風前の灯りとなった。中央ラーダの残党によって組織されたディレクトリア軍は、ドイツ軍と協定を結んだ上で、キエフを再占領し、 ウクライナ国は、主犯のパウロ・スコロパウド・シクイが亡命して消滅した。復興したウクライナ人民共和国に対抗するため、ボリシェビキはそれまでの政策を改め、ウクライナ人怪獣策をアピールするため、国家体制を改めることとした。まず、1919年1月6日には、ウクライナ労働臨時政府を立ち上げ、国号を、ウクライナ社会主義ソビエト共和国に改めた。 3月10日には、ウクライナ社会主義ソビエト共和国の独立が宣言され、これに伴い同国は、ロシア共和国との軍事同盟を結んだ。8月には、ボリシェビキは、アントオンデニーキン将軍の南ロシア軍やシモン、ペトリューラのディレクトリア軍に敗れ、ウクライナのほとんどを失った。ボリシェビキは、ウクライナ人勢力の取り込みを図るため様々な、怪獣政策を練った。 その結果、ウクライナ社会主義ソビエト共和国ではウクライナ語が公に広く使用されることが求められ、ウクライナ人が国家の高い地位につけられるようになった。また、ウクライナ人のお民からの抵抗が強かった土地の集団化も一時見送られた。内戦期に積極的にロシアソビエトに協力して戦ったウクライナ人勢力にボロチビストがあった。ボロチビストは ウクライナ社会革命党、ウクライナ SL の左派として結成されたもので、19世紀末以降ウクライナで多数結成されていた、ウクライナ人諸党派の中ではとりわけロシアのボシェビキに近く、ウクライナにおいてもロシアにおけるのと同様のソビエト革命を遂行しようと考えていた。また、彼らはロシアのボリシェビキがウクライナへ侵攻することには強く反対してり、 ウクライナのソビエト革命は、ウクライナの共産主義者によってなされなければならないとしていた。ボロチビストは、ウクライナが独立した社会主義共和国となり、独立したウクライナ赤軍を形成することを目指す民族共産主義者であった。ボロチビストは、1919年夏に、他のウクライナ人差派と共にボロチビスト派の、ウクライナ共産党を結成した。これは、 ロシアのボリシェビキやその流れを組むボリシェビキ派のウクライナ共産党とは異なる。真にウクライナの共産主義勢力を代表するものであるとしていた。ボロチビスト派はウクライナの代表として独自にコミンテルンに参加することをコミンテルニへ要請したが、1920年2月に拒否回答が突きつけられた。彼らは他のウクライナ諸派のように 反ボリシェビキ戦争に加わることを嫌い、コミンテルンの指示に従い党を解散して、ボリシェビキに合流することを決定した。なお、後の大粛清時代に真っ先にその犠牲となったのは、元ボロチビストであった。1919年6月には、クリミアソビエト社会主義共和国が、9月には、オデッサを首都とする、ベッサラビアソビエト社会主義共和国が、 ロシアソビエイト連邦社会主義共和国に統合された。また、1920年9月には、リボフを首都とする、ガリツヤソビエイト社会主義共和国も統合された。これらの領土は、すぐに、ウクライナ社会主義ソビエイト共和国へ譲渡された。1919 19年秋には150万であった、赤軍勢力は、翌1920年には350万近くに、 膨れ上がっていた。赤軍は、ポーランド軍には苦敗を舐めたものの、ペトリューラ軍、南ロシア軍を次々と破り、さらには、各派のパルチザンも制圧した。最終的に、赤軍へ協力してきた、無政府主義者のネストルマフノの支持者も殲滅し、1921年には、赤軍の勝利は確定したものとなった。1920年のリガ条約でポーランドとの講和が、 成立した。ポーランドは、ペトリューラのウクライナ人民共和国と、同国政府をウクライナを代表する唯一の政府と、認め、単独講和は結ばないという協定を結んでいたが、これを破りロシアウクライナ両ソビエト政府と、講和条約の締結に至った。ポーランド軍は、キエフ構成の後キエフを失っていたものの、全体的に赤軍に対して優位に立っており、 ポーランドはその軍事的優位を利用して東、ハルイチナーなど多くの領土を得た。また、西ウクライナを中心に一部のウクライナ領土が、チェコスロバキア領や、ルマニア領となった。残る中部ウクライナ、ドニエプルウクライナ、東ウクライナ、旧ヘイチマン国家領やスロボダウクライナ、南ウクライナ、旧新ロシアなどが、ウクライナ社会主義、ソビト共和国領となった。一方、 1921年10月18日には、クリミア自治ソビエト社会主義共和国のロシア貴族が決定された。1922年には、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国や、白ロ,ロシア社会主義ソビエト共和国、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国と共に、ソビエト連邦を結成した。1920年代、ウクライナでは、内戦期に生じた。 ウクライナ人のソビエトに対する悪感情を抑えるため、ウクライナ化と呼ばれる怪獣政策が取られた。1923年にはソ連全体で土着化政策が採用されたが、その最重要標的の一つがウクライナであった。ウクライナ化政策は1923年から1933年まで党の公式路線とされた。これまでのウクライナ共産党は、 ロシア人やユダヤ人が幹部を務めていたが、ウクライナ文化に無関心が彼らに代わり、ウクライナ人が幹部へ登用されるようになった。しかし、これはポーズであり、ウクライナ人は外して低いポストに甘んじていた。一方、停戦時代から、たびたび弾圧されてきたウクライナ語の使用も、この時期には奨励されるようになった。政府職員にはウクライナ語が必修となった。また、 交換物はウクライナ語によることとされた。公務もウクライナ語で行われるようになった。教育にも力が入れられ、この時代、識字率の上昇は著しかった。また、教育もウクライナ語で行われた。ウクライナ文化やウクライナ文学が流盛を極めた。この時期は、ウクライナの文化ルネサンスと呼ばれている。中央ラーダの大統領であったムイハーイロ、フルシェウシクイラ多くの亡命。 ウクライナ人学者や文化人が帰国し、各々の研究に打ち込んだ。ウクライナ語の研究では、霊社ウクライナからの主張に基づき、ウクライナ語を豊かにするとしてウクライナ語標準語にガリツヤの語彙が取り入れられた。ウクライナ語標準語は、もともとドニプロペトローシクなど中部ウクライナの方言を元に定められていた。ハリチナーの要素をウクライナ語から排除しないとの方針は、 ウクライナ語の中に西欧的な要素をより多く取り入れることとなった。この時期の研究の結果、初めての公式なウクライナ語聖書法となる1927年聖書法が完成された。ウクライナ正教も奨励された。1920年に設立されたウクライナ独立正教会では、天嶺に採取教会スラブ語に代わってウクライナ語が使用された。また、 1921年にはキエフ及び全ウクライナ不死教も任命された。しかしながら1927年にヨシフ・スターリンが実権を握るとこの状況は一転することとなった。スターリンは農民を革命の克服すべき対象として捉えており、農民国家でかつ民族主義の強いウクライナに対して大いなる疑念を抱いていた。加えてスターリンの取った 一国社会主義の立場から強引な近代化と工業化が進められた。特に5カ年計画で推し進められた農業の集団化は、ウクライナに深刻な事態をもたらすこととなった。1928年から1932年にかけて行われた第一次5カ年計画では、ウクライナは重点地域となっていた。ウクライナでは急速な工業化が行われ、 ドンバスなど東、ウクライナから中部ウクライナにかけその発展は目覚ましかった。工業化の結果、それまで主として農村に生活していたウクライナ人の都市部への移住が発生した。都市におけるウクライナ人人口は1926年に6%で、あったものが1939年には30%となっていた。計画のもう一つの軸となったのが、 農業集団化であった。安い食料を労働者の居住する都市へ供給するため、また輸出へ食料を回すため、国家による統制を行いやすい、自営農家を国営農場、祖父ホズや集団農場、コルホーズに集団化し、農民を土地から切り離すという政策が取られたのである。農民にとって土地から切り離されるということは、自らのアイデンティティを創出することに他ならなかった。 ウクライナの農民はこの集団化にでき得る限りの手段で対抗したが、その結果多くのものがシベリア送りになったり効率な税によって占められたり、また土地を所有する自作農であるクラークは農民階級のブルジョアで人民の敵であるとして土地を没収され収容所送りになったり処刑されたりした。また、この時期に抵抗する農民が所有する家畜を屠殺するなどしたため、 その半数が失われた。ウクライナでは、こうした急激な集団化のため1932年から1933年にかけて大飢饉、ホロドモールが発生した。工作体制の混乱で不作に陥ったところに、モスクワ政府は政府調達ノルマとして収穫物の大半を収奪していったのである。政府による食料の収集は強引なもので、ウクライナでは、 この時期に施設に500万人が餓死し、農村では村が丸ごと全滅したケースもあった。現代ではこの基金は強引な集団化や穀物調達によって人為的に起こされたものであると評価されており、スターリンによるウクライナ民族主義への弾圧の一環であるとも言われている。スターリンの権力掌握は1920年代に行われた。 ウクライナ化政策も劇的に変更させることとなった。1933年の大飢饉を受けて共産党はウクライナ化には行き過ぎがあったとして路線の変更を命じ、すなわちロシア化が導入された。こうした中で1920年代に活躍したインテリア文化人は鍋でて弾圧を受け多くの者が再び亡命者となった。フルシェフスキーはカフカースへ流刑され、 1934年に、流刑先のキスロボツクでこの世を去った。1930年代中盤には、ウクライナの民族楽器を弾く、コブザール、コブザ奏者やバンドゥリース、バンドゥーラ奏者が大量に殺害された。ウクライナをはじめ、ソ連全域で教育、文化は一律化された。それはすなわち、ロシア化であった。ウクライナでは再び、ロシア語が必修となり、 ウクライナ語出版ものも規制されるようになった。また、ウクライナ語の修正も行われ、いくつかの文字が変更、廃止されたり、ロシア語から語彙や文法が取り入れられるなどした。廃止されたのは、1927年政治法で認められていたゲである。この文字はウクライナ語独自の文字で、ロシア語には存在しないものであったことから廃止となった。その結果、 現代に至るまでこの文字はあまり使われることがなく、ゲイという発音も、ウクライナでは、ヘイと混同されている。語彙の変更は、西欧のように、ギリシャ語発音に近い表記をしていたものがロシア語風に変更されたりしたことであった。文法的には、例えば、ロシア語で廃止されていた、語格は冷遇された。全体的に、1930年代以降、ウクライナ、 語はロシア語的な東部方言に近いものとなっていった。ロシア語と異なる政治法、文字、語彙、文法はサボタージュや分離主義的であるとして廃されていった。ウクライナ共産党員への粛清も生産を極めた。ソ連での大粛清に先立ち、1932年頃からウクライナでは粛清が始められた。1933年の基金の責任が ウクライナ共産党員に押し付けられ、彼らに対する批判が公然と行われるようになった。また、1920年代に、ウクライナ化政策を推進した中心的な党員が、皆自殺したり、あるいは逮捕されその後二度と姿を現さなかった。1933年から1934年までの1年間で、ウクライナ共産党は10万の党員を失ったと、される。 1930年代後半になると、ウクライナ政府の閣僚17人全員が逮捕され、処刑された。ボロチビスト出身のパナースリューブチェンコ首相は自殺した。ウクライナ共産党員のうち17万人が粛清された。こうして、ウクライナの自治組織は壊滅した。代わって投入されたのは、スターリンの部下たちであった。1937年。 憲法の承諾の下で国名の単語の順序が入れ替えられ、国語は正式にウクライナソビエット社会主義共和国となった。翌1938年にはスターリンの側近であるニキータフルシチョフがウクライナ共産党第一書記として送られてきた。共和国の首都は1918年から1934年まではハルキウに置かれていた。これは キエフルーシ以来の中心都市キエフがロシア内戦期にウクライナ民族主義の中心となったため同地を避けての装置であった。1934年首都はキエフに移された。戦艦期においてウクライナソビエット社会主義共和国では東、ウクライナ、特にドンバスを中心に重工業が発展した。またヨーロッパの中では最も土地の豊かなウクライナは ソ連の食料生産の中心地ともなった。1939年のナチスドイツのポーランド侵攻により、ポーランドへ侵攻した赤軍は、リビューの戦いに勝利するなどして、リガ条約で失った、ウクライナの領土の内ポーランド領となっていた部分を、すべて取り返した。これらは、ウクライナソビエト社会主義共和国へ組み込まれた。大祖国戦争の期間には、 ウクライナは最も激しい戦闘地の一つとなり、第二次世界大戦中最も多くが死亡した地域となった。一部のウクライナ人は反ソ連組織を作り、パルチザン活動を行ったが、それに対しソ連政府は、ウクライナの南方戦線を、ウクライナ戦線と解明し、ウクライナ人を前線へ投入した。多くの町がソ連軍やドイツ軍によって破壊された。戦後、ウクライナは、 目覚ましい復興を果たし、かつての繁栄を取り戻した。天然資源関係以外のほぼ全ての産業が、ウクライナで発展し、ウクライナは再びロシアの繁栄に格べからざるものと、な、言った。なおウクライナは、国際連合創設に携わり、ソ連とは別のソビエト連邦構成共和国として、国連総会に議席を持っていた。このような措置はソ連構成国では、他に、 白ロシア共和国があるのみだった。1954年にはロシアとウクライナが対ポーランド協力を取り決めたペレアスラフ協定締結の300周年記念としてロシアソビエト連邦社会主義共和国からクリミア半島がウクライナソビエト会主義共和国へ譲渡された。しかしこれが後の2014年クリミア危機の原因となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。